にちは。こんにちは。シェアライス横浜の先生こと佐々木です。今日はよろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、先生動画初登場ということなんで、そうですね、軽く自己紹介してもらってもいいですか。はい、私ちょっとハイエースがとても好きで、最近こちらで働かせていただくことになりました。ハイエースすごい大好きなんで、皆さんとハイエースのことを語り合えたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。今日はどういった紹介なんでしょうか。じゃあ今日はですね、ちょっと新車の横浜店に置いてある展示車の紹介の方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。じゃあ早速車両の方紹介していきたいと思います。こちらの車両は、ディーゼルの 2800cc のダークプライム2の車両になります。肉です。メーカーオプションはフルオプションついてます。おなんでその辺もちょっと含めて後でご紹介できたらなと思ってます。はい、お願いします。じゃあ前から行きましょうか。はい、はい、前まずこちら CRS パッケージベースで作ってますんで、まずこちらフロントリップスポイラーついてます。大人気商品ですね。そうですね、こちらがあるだけでかなりローダウンしているように、はい、さらにローダウンしているように見えてきますね。はい、はい、でオプションなんですけど、こちらにクリアランスソナーついてます。これピーピーになるやつですね。そうですね、ぶつかりそうになるとピーピーになります。はい、それからこちらパノラミックビューモニターのカメラついてます。安全装備としてはやっぱこれがあるとだいぶ違いますね。はい、はい、とあとセーフティーセンス、はい、ついてます。フロントはこんなところですね。そうですね、はい、じゃあサイドの方に来たんですけど、こちらホイールご覧ください。うちの展示車で初めて履かせるんですけど、 EW の17インチ、お色はプラチナムポリッシュっていうお色になります。おお、ここがポリッシュ加工になってるんですね。そうですね。タイヤは、タイヤは横浜パラダを履いてますんで、安心安全のタイヤですね。ホワイトレターもバッチリですね。はい、でさらにこれセンターキャップもシルバーに変えてまして、ラグナットもシルバーなんでギラギラしてて、オールシルバー、めちゃくちゃかっこいいホイールになってます。めっちゃかっこいいですね。はい、おすすめホイールですね。ちなみにこちらの車両なんですか、はい、何インチローダウンされてるんですか。こちらは2インチ、2インチローダウンの方します。2インチはやっぱおすすめのローダウンになるんで、まあ、これ以上下げちゃうとちょっとぶつかっちゃったりってこともあるかもしれないんで、2インチはやっぱりちょうどいいかなと思います。おお、はい、じゃあ次に後ろの方に行きたいと思います。はい、はい、これ展示車ですよね。そうですよ、これ展示車です。なんかここに、はい、え、どこですか。ここです、ここです。え、あ、これは今回の展示車特別に入れさせていただいてます。ディーピラースピーカーです。スピーカーついちゃってるんですか。スピーカーです。普通の CRS パッケージだとちょっとこちらは本当はついてないんですけど、今回特別な展示車ということでディーピラースピーカー入れさせていただいてます。へえ。ディーピラースピーカーの特徴としては、まあ結構天井スピーカー、エアコンの吹き出し口横につけるのが結構定番メニューとしてあるんですけど、はい、それだと運転席助手席の方に音が響いていかないっていうところがあるんで、こちらのディーピラースピーカーの場合は前に向かって音が出ていくんで、まあ、運転席助手席でこう音に包まれるような感覚でオーディオを使えるっていうのはすごく利点ですね。後ろにいる方もね、はい、聞こえやすいですね。そうですね、なんでこれがついてるっていうのも大変貴重ですね。電車ではこの1台しかないです。特別ですね。そうです。ただちょっとこちら見ていただいたら分かるんですけど、 CRS パッケージですがベッドの方は組んでない状態になってます。はい、はい、今ちょっと純正のもの積んでますけど。そうですね、はい、はい、後ろはこんなところですね。ちょっとじゃあ次は前の方に行きましょう。はい、じゃあ車内の方一つ一つ説明していきたいと思うんですけど、はい、まずはこちらデジタルインナーミラー入ってます。お、なんか後ろで山ちゃんが手振ってますね。見えますね。見えますね。はい、こちらでも荷物満載に積んでいただいてもこうやって後ろがしっかりと見えるようになってます。続きまして、はい、こちらですね。これはドラレコですかね。そうです、ドライブレコーダー。本当だったら展示車にはついてないんですけど、まあ、今回特別に、パッケージ内容の中にドライブレコーダー入れちゃってます。すごい、はい、豪華豪華ですね。そしてそして、あれ、え、なんか気づきました。あ、なんか気づきました。多分同じだと思うんですけど、はい、はい、なんすか、ここ後ろ D ピラーついちゃって、こっちはちょっと川島さん、目の付けどころめちゃめちゃいいじゃないですか。 A ピラーもついちゃってますか。はい、こちら A ピラースピーカーもついちゃってます。すげえ、はい、
D ピラー A ピラーバッチリスピーカーついちゃってますんで、はい、もう前からも後ろからも音に包まれちゃって、もう幸せな気分になります。幸せですね。はい、もうこれも本当に今回のパッケージの特別なスピーカーになるんで、もうこれがついてるのは本当にこの展示車しかないんで、はい、もう本当にこちらおすすめですね。1台だけですね。1台限りです。そしてもう一つ目につくのがあると思うんですが、はい、あのこれですよね。そうです、これこちら超大人気のアルパインビッグ X です。ビッグ X もついちゃって、そうなんです。普通だったら、まあ、展示車の場合は CRS パッケージベースにしてると7インチのナビがついてくるんですけど、はい、ビッグ X ですよ。これも展示車でこの1台だけです。へえ、はい、もう一個すごいところあるんですよ。はい、ちょっと引いてもらって、はい、こちらは気づかなかったでしょう。ちょっと前行きすぎて全然気づかなかったですね。これ何ですか川島さん。フリップダウンモニターじゃないですか。大正解です。じゃん、アルパイン。アルパインですよ。すごっ。しかも普通のよりも大きい。え、でかくないですか。でかくないですか。しかもパーフェクト取り付けキットで付いてるんで違和感なく装着ができてる。すごっ。もうビッグ X 大きいし、このリアビジョンも大きいし、もう大きいのだらけですね。はい、後ろのね座ってる人たちも、はい、これで映画でも見ようものならもう本当に飽きることなくロングドライブも大丈夫ですよね。私今2列目座ってますけど、はい、まあ、前からも音聞けて、はい、後ろの D ピラーからも音聞けて、はい、で目の前大画面のフリップダウンついてまして、はい、優雅ですね。優雅ですよね。これですぐドライブ行きたいですね。そうでしょ、はい、もう今からでも走り行きたくなっちゃう。行きたいですね、はい、この展示車も本当に今回はこの1台限りなんで、これもついててあれもついてていろんなものがついてて、はい、もう本当におすすめの車両になってますね。すごいですね。あとは USB ポート、はい、こちらこれ CRS パッケージなんで、はいはい、ついてます。あとここに今まだついてないんですけどスマホホルダーもつく予定ですんで、はい、はい、もう本当にここに必要な装備は全部揃ってる感じですね。豪華な1台ですね。はい、豪華な1台となってます。はい、はい、でちょっとじゃあおさらいしていきましょうか。はい、まずこちらの車両はディーゼルのダーククライム2の車両になります、はい、そしてメーカーオプションはフルオプション、はい、パノラ、グリソナー、デジタルインナーミラー、パワースライドドア全部ついてます。すごい。そして中も D ピラースピーカー、 A ピラースピーカー、ドライブレコーダー、ビッグ X、 リアビジョン全部ついてます。さらにさっきちょっと紹介し損なっちゃったんですけど ETC も実は 2.0 入ってます。 2.0 なんですか。 2.0 です。うわ、もう本当伝送品に関してはこちらはもう本当特別なパッケージになってますんで、もうすごい全てがグレードが高いものがついております、はい、でちょっとやっぱりねここになってくると気になってくることあるんじゃないですか。え、もう本当にちょっとさっきからソワソワしてたんですけど、もう僕も早く言いたくてしょうがないですね。こちらのお車の値段をいくらなんでしょうか、はい、気になりますよね。めっちゃ気になります。もう発表しちゃっていいですか。はい、お願いします。ちょっと今回はですね、いつもだったら車両本体価格のビシッと言うんですけど、今回は乗り出し価格いっちゃいます。なんとなんと468万円を切りまして467万9千円になります。これだけついててこの金額っていうのは本当にもうありえないです。ありえないですか。ありえないです。いや、素晴らしいですね。今回の展示車は、まあ、そういった点でも本当におすすめの車両となってますんで、ぜひお問い合わせお待ちしてますんで、はい、はい、またこちらの車両、はい、どういったお客様が、そうですね、まあ、あのファミリーで後ろの席の方にこう映画楽しんでもらうとか音楽楽しんでもらうっていうのもいいですし、まあ、一人で、スピーカーの、ね、音を楽しんでもらうっていうのもいいでしょうし、まあ、お仕事で使っていただいて、荷物積んでいただいて、まあ、その通勤で音楽楽しんでいただくのもいいですし、まあ、またまた内装はほとんどドレスアップの方はしてないんで、まあ、例えばフロアマットで自分の好きな色入れていただいたり、まあ、ベッドキットなんか組んでいただいてもいいですし、なんかそういったカスタムベースとして使っていただけるお車なんで、まあどんな方にも乗っていただきたいなと思ってます。素晴らしい1台ですね、はい、ぜひ皆さんお問い合わせお待ちしてますので。ありがとうございました。